秋は海上自衛隊の音響測定艦、響き型音響測定艦の3番艦、セット内海西部の秋名だから命名された。この命名基準で設定された艦名としては初。律領国名としての秋としては、急日本海軍に薩摩型戦艦秋が存在する。秋は、 中期防衛力整備計画に基づく平成29年度計画音響測定艦5203号艦として、三井 &S 造船玉の艦船工場で2018年10月に寄港され、2020年1月15日に命名、浸水、偽装工事と海上工務を経た後、2021年3月4日に収益した。音響測定艦としては1992年に収益した。 ハリマに続き、実に29年ぶりの収益となる。仮想的国潜水艦の静粛化や、隠密行動能力の向上を受け、音響情報収集能力の向上を図る。海上自衛隊トップの山村博士、海上幕僚長は2021年3月2日の定例記者会見で、2017年に第一音響、測定隊に、海事鑑定として、 初めてクルー制を導入したことに触れ、秋が収益することによって、山積による四クルー制となり、より稼働率を上げてはが、国周辺の音響情報を収集できる体制を取ろうと考えていると述べた。AB、三井 &S 造船、岡山で音響測定感、秋浸水式。日本経済新聞社。2020年1月15日閲覧。 平成29年度月別契約情報随意契約防衛装備庁三井造船と2018年2月1日契約契約額183億円 ?ABC 音響測定艦、秋の引き渡し式、自衛官基準予識について、ABCDEFGH、防衛省向け2900トン型音響測定艦、秋命名、浸水式実施、三井 E&S ホールディングス、 https://www.mes.co.jp スラッシュプレススラッシュ2020スラッシュ0115001352 html 2020年1月15日閲覧開示の音響測定感秋浸水式三井 &S 造船玉の工場で建造産業新聞デジタル産業新聞社2020年1月15日閲覧 音響測定感、秋収益イコール29年ぶり3席目、開示。時事通信 ji ji. Com。https コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル ?k イコール2兆210億3040万 1121&g イコールソッ即2021年3月4日、閲覧。ab、海上自衛隊。 今年3月は新官邸の収益ラッシュ。高橋光介。ヤフーニュース。2021年1月20日閲覧。高橋光介。開示の新たな音響測定官が29年ぶりに収益響き型3番館秋が広島呉れ基地に配備。2021年3月4日閲覧。ありがとうございます。